マルコ・エチェベリは、ボリビア出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。左利きのドリブラーで、得点能力や、ゲームメイクの能力も有していたことから、エルディアブロの愛称で呼ばれた。ボリビア国内の選手養成機関アカデミア、タウイチアギレラでサッカーを学び、ボリビアのボリバルやチリのコロコロなどの南米のクラブで、主にプレーし、 1992年には、スペインのアルバセテ・バロンピエでプレーしたが馴染めず1、シーズンで対談した。1996年、誕生して間もないアメリカ MLS 所属の DC ユナイテッドへ移籍。MLS では3度の MLS カップ制覇を達成し、MVP や MLS ベストイレブンに選ばれるなど、成功を収めた。 ボリビア代表としては1989年6月22日に行われたチリ代表戦でデビュー。1993年7月25日に行われた 1994FIFA フフワールドカップ南米予選のブラジル代表戦では試合終了間際に左サイドの角度のないところから決勝点を挙げる活躍を見せにから例の勝利に貢献。 その後も3得点を挙げて、ボリビアの40年ぶり3回目のワールドカップ出場に貢献したが、本大会では直前の怪我で控えに回った。かろうじて代表入りを果たし、開幕戦のドイツ代表戦に後半途中から出場したが、その3分後にドイツのローター・マテウスへのファウルで退場処分となった。エチェベリは残り2試合の出場機会を失い、 ボリビア代表もグループリーグ敗退という結果に終わった。引退後の2005年には MLS 選定の MLS オールタイムベストクシーに選出された。ありがとうございます。